そうです。はい。神岡さん、図書委員なんですか？図鑑で何を調べるのですか？神岡さん、何か知っているんですか？わかりました。調べることがあるんですよね。あなたが図書室に返却してください。なぜですか？では、お渡しします。昔、私と何かありました。なら結構です。
私麻生です。お嬢じゃありません。私そんな取材はしたくありません。自分の担当するコーナーがありますから。お休みにする理由がありません。地味かどうかは読者が決めることです。それはたちの悪い噂です。あれは偶然が重なった結果だったと学園側も発表したじゃないですか。その犯人が星原さんだとおっしゃるんですか。どちらにしても確かな根拠もないのに人の名誉を傷つけかねない取材をするなんてお断りします。って何ですか。推測に過ぎないじゃないですか。それも時と場合によります。何よ。何をイライラしてたのよ。もしかして記憶喪失かしら。